今季ストラスブールのレギュラーとして5ルを守ってきた日本代表 GK、川島英二だが、本来、正 GK の復帰により予約御免となるかもしれな。だが、フランスメディアは川島が、これまでか、してきたチームへの貢献に賛辞を送ってい、今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもど、でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、川島は2018夏に、第 3GK として、ストラスブールに加入し、1年目、リーグ最終節の1試合のみ出場。昨季は、新型コロナウイルスの影響で、シーズンが、途中打ち切れとなったこともあり、公式戦、出場ゼロにしまわっていた。だが今季を前に、本来の正守護神であ、ベルギー GK、マッツ・セルスが負傷で、長期離脱、幕から2試合で、川島が代役を務めた後、一旦、第 2GK のビングル・カマラが先発に定着したが、11の、対11節以降は19試合連続で、川島がゴールを守る、てきた。先週末のレンヌ戦でも出場したのは島だったが、ベンチにはセルスが約1年ぶりに来、現地時間21日に行われるランス戦に向けて川島とセルスの2人が招集されているが、川島ゴールが任される最後の試合になるのではいかという予想も現地メディアで伝えられている。正 GK にポジションを返却することになるもしれないが、これまでゴールを守ってきた島の働きぶりは十分に評価されている。普通紙切符は21日付記事で長期間に及んだ代役を交差させた年齢を感じさせない。ストラスブールで2度目の青春を過ごしていると20日に38歳の誕日を迎えた日本人 GK を称えている。りょう。